ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次の列車をご利用ください。本日も JR 東日本本日は2020年2月28日、金曜日。久しぶりに出雲に行きたくなりました。東京から出雲へ行く場合は、サンライズ出雲一択です。最近世の中ぶっ飛んで、いつ何時ウイルスをうつされるか分かったもんじゃないような状況だけど、サンライズなら安心して乗車できるな。個室最強説が私の中で確立されつつあるぜ。というわけで、サンライズ出雲の切符を買ってきました。定刻通りやってきたサンライズ瀬戸、出雲の乗車口に並んで、まずは、シャワーカードを確保します。旅行をキャンセルしている人が多いかと思いましたが、さすがは金曜日。相変わらずの高い乗車率です。先頭100均にできている記念撮影ギャラリーもいつも通り。あとは列車名、行き先表示と隠れた撮影スポットの連結部分にもいつも通り人がいました。今はラウンジに来ています。運よく座席が空いていたので、ホーム側の席に座って、発車まで待ちます。ラウンジには、早速夜食や宴会を始めている人が集まり、早くも旅行の楽しい気分が流れています。窓一枚隔てたホーム側からは、寝台特急を珍しそうに眺める視線、車内での宴会に羨望の視線が注がれて、すっかりいい気分になっている人がたくさんいます。もちろん私もその中の一人なのですが、この列車は、近代の瀬戸号、長野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 
ほどなくして、サンライズ瀬戸、出雲は、時刻通りに東京駅を発車しました。これから目指す目的地の出雲市に向けて、12時間の旅が始まります。車窓をゆっくりと八重洲、有楽町のビルの夜景が流れ始め、長距離列車特有の長い放送がかかりました。車掌さんの検察が終わったので、私も夜食をいただくことにしました。先ほど東京駅の駅弁や、祭りで、大船県の鎌倉ハムサンドを購入してきたのですが、まさかの消費期限が今日の23時まで、大船県のサンドイッチを大船駅通過までに食べないといけないという事態になりました。しかし、東京駅発車時点から席にありつけたので、慌てることはありません。ハムとチーズの豊かな味わいを楽しみながら、ゆっくりいただくことができます。サンライズは定刻通りなら、23時に小田原あたりにいるぜ。それにしても、寝台特急で食べる夜食は最高だぜ。このサンドイッチ、チーズもなかなかいけますね。あっさりしておとなしい味なので、夜食や間食にしても食べやすい味わいです。走行している間に列車は品川駅を通過し、次の停車駅、横浜に向けてどんどん加速していきます。東京駅を同時に発車した最終の名古屋行き光と一瞬並びました。光は一旦先行しましたが、品川停車中にサンライズが抜き返し、再び並んだという形になります。東海道新幹線、横須賀線、そして山手線と分かれ、サンライズは東海道本線を進みます。多摩川を渡り、列車は神奈川県へ。次の停車駅は横浜です。いただいたので、本日泊まるお部屋に行きましょう。本日予約したのは10号車、ソロ。8番個室は、その上の段にあります。ソロはシングルよりも狭い代わりに寝台料金が1000円ほど安く、安く個室に泊まりたいという人に需要があります。ラウンジと同じ車両にあるので、シャワールームや自販機を利用する際にも移動距離が少なく、大きな荷物を持っていない人にとっては重宝する部屋となっています。通路に面したドアを開けると、正面には階段があり、そこを通って高いベッドに上がります。ベッドの高さはシングルより若干高く、より天井やホームの屋根と同じ高さの目線から車窓を楽しむことができます。ベッドの幅は基本的にシングルと同じ70センチになっていますが、この部屋で言えばベッドの足元部分、通路側の壁に面したところは若干幅が狭くなっています。ちなみに部屋の入り口、階段の一番下の段には足元灯がついていますが、この足元灯の操作は入り口のスイッチと枕元どちらからでもできます。個室でおなじみのゴミ袋とスリッパも備え付け、同じ一番下の段には、ヒーターの吹き出し口があるんだな。ここの壁の部分には、下の部屋の入り口部分があるのですが、スペースを有効に使うため、収納も設けられています。スーツケースのような大きな荷物を入れることはできませんが、リュックやハンドバッグのような大きさなら十分収まります。足元部分にはハンガーがあり、服をかけることができますが、コートのような長い服は厳しいですね。個室の天井が低いから仕方がないな。窓枠はシングルよりも狭く、一部だけ幅が広くなっているところがあります。飲み物やお菓子はその広くなっているところに置くといいでしょう。頭の部分はベッドから落ちないように仕切りがついていて、その横にはコンセントがあります。壁側にはコンソールパネルがあり、狭いながらも必要な設備がコンパクトに収められています。ソロの場合、立って着替えができるところは入り口の階段の一番下になるのですが、正直かなり狭いです。ドアの裏に鏡が設置されていますが、めちゃくちゃ近くなってしまうので、立って着替えることはおすすめできません。10号車はモーターがあり、デッキやラウンジにはモーターの音が響き渡りますが、部屋の中はというとかなり静かです。床下付きから遠い2階の部屋だというのもありますが、静音性に優れた個室内では、静かに休めるようになっています。
さすがは静音性に優れた個室寝台といったところですね。加速する時のモーターの音は窓の外から聞こえてくるようなイメージ。対向列車や鉄橋を渡る時の音の方が大きく聞こえるレベルだと思ってもらえばいいぜ。車窓に目を向けると列車は横浜駅を発車したところ、進行方向右側には同時に横浜駅を発車した相鉄本線の列車が並走しています。本日はシャワールームもすんなりとは入れたので、早めに入っておきます。列車は横浜、熱海と停車し、深夜の東海道線を西へ。だんだんと終電も近づき、ホームにいる人も少なくなってきました。サンライズ出雲の乗客はというと、ラウンジからは話し声は聞こえますが、基本的には静かな方。駅に停車するたびに乗り込んでくる音と、時折通路を通る人の足音が聞こえるくらいです。熱海から先、列車は沼津、富士、静岡、浜松と停車していきますが、これらの駅から乗車してくる人は少ないです。駅では、今日の運転を終えて、明日の朝まで休んでいる車両があちこちに留め置かれ、ホームの人影もまばら、すでに夜を駆ける列車はサンライズを除いていなくなりつつあります。列車は熱海を発車、深夜になり、ラウンジにいた人も休んでいるのか静かになりました。人が少ないうちに、今回利用している10号車を詳しく見てみます。まずは、車両の前より、9号車側のデッキから見ていきます。10号車はモーター車で、車両の端の長い通路の両側には機械室が配置されています。長い通路の端にはお手洗いが1箇所あるのみで、洗面はありません。10号車の乗客が洗面を利用するときには、人数に余裕がある11号車を利用することになります。
この車両の形式はモハネ285、モ、がモーター車、ハ、は普通車、ネが寝台車を意味する記号となっています。ナンバープレートを見ると、乗っている車両がどのような車両かよくわかりますね。自動ドアの先には、寝台個室スペース、通路の両側に、B 寝台個室、ソロが並んでいます。部屋の数は上下それぞれ10部屋ずつで、定員は20名です。上段の部屋には、中に階段が備え付けられており、下段の床の高さは通路と同じ、2階建てになっていないのは、床下に走行機器を積んでいるからです。部屋の構造は上段と下段が1セット、横から見ると L 字を組み合わせたような感じで配置されており、限られたスペースを有効活用しています。熱海到着前に空いている部屋があったから、少し撮影させてもらったぜ。再び自動ドアをくぐると、おなじみのラウンジ、窓に向けて、大型のテーブルと一人掛けの椅子が4つずつ並んでいます。床は一段高くなっており、景色が楽しみやすくなっています。ラウンジの11号車側には、シャワールームとシャワーカードの販売機、飲み物の自動販売機が備え付けられています。なぜこのような配置になったかというと、寝台の静音性を高めるために、騒音の大きい車両の端を共有スペースとしたからです。おかげでドアを挟んだ寝台部分の通路でもかなり騒音が小さくなり、さらに個室のドアを閉めると、モーターのない付随車並みの静かさを実現できています。寝台列車という性質上静音性が求められるので、よくできているなと感心するところです。ちなみに、自動販売機のメニューは5種類、上からコカ・コーラ、リアルゴールド、アヤタカ、イロハス、ジョージアとなっており、値段も自販機にしては良心的です。シャワーカード販売機の部分は、昔は公衆電話があったそうです。自販機の並び順は、編成によって若干違うみたいだから、よく見てみるといいぜ。部屋に戻ってきました。列車は製紙工場の立ち並ぶ富士駅に到着。富士は紙の町。駅の富士山側には、出荷される紙を積んだコンテナが積まれ、その向こうには、工場群が立ち並びます。深夜にもかかわらず、今日も日本のトイレットペーパー生産を支えるべく、深夜でも工場の煙突から水蒸気が上がっています。富士は紙の生産量日本一、特にトイレットペーパーやティッシュペーパーの生産量の4割がここで賄われているというな。みんなはデマを流して買い占めるのはやめような。明日の朝、定刻であれば、6時過ぎには岡山駅に停車予定です。サンライズ名物、岡山駅での切り離しはぜひとも抑えておきたいところ、明日に備えて、早めに寝ることにします。それでは、おやすみなさい。瀬戸号とサンライズ出雲号の切り離し作業を行います。まもなくいたしますと、準備のため7号車と8号車の間は通り抜けができなくなります。ご了承ください。皆さん、おはようございます。大山の時刻は6時8分です。列車は時刻通りに途中の駅を通過しております。お客様にご案内をいたします。岡山駅ではサンライズ瀬戸号と
サンライズ出雲号の切り離しを行います。なお、ただいまより機内作業のため7号車と8号車の間が取り抜けできなくなりますのでご注意ください。ただいまより7号車と8号車の間が取り抜けできなくなりますのでご注意ください。おはようございます。本日は2020年の2月29日、土曜日、列車は定刻通り、姫路から岡山間を走行中です。先ほど、切り離しのために、サンライズ瀬戸編成とサンライズ出雲編成の連結部分の通り抜けができなくなるという放送がありました。あと15分ほどで岡山駅到着です。これから洗面、お手洗いが混み出すので、用事がある方は早めに済ませておきましょう。あと、切り離しの見学ですが、見やすい場所は埋まってしまうので、場所を確保しに行く必要があります。早いうちに一番近い8号車まで移動しておきました。6時27分、定刻通りに岡山駅に到着しました。ここまで一緒に走ってきたサンライズ瀬戸とは、ここでお別れ。ただいまから切り離し作業を行います。今回は、連結作業全体を見下ろすことができる階段から見学することにしました。まだ暗いですが、サンライズの乗客が次々と集まり、連結部分機械ホームの上はいっぱいになりました。これから連結部分のホロを外します。続いて、サンライズ瀬戸編成、サンライズ出雲編成の順に、連結部分のドアを閉め、発車していきます。ここからはノーカットでお楽しみください。
準備が完了すると、先にサンライズ瀬戸が発車、瀬戸大橋を目指して進んでいきます。サンライズ瀬戸が発車した後も、ホームにはサンライズ岡山で降りる人とサンライズ出雲の乗客がたくさん集まっていました。切り離し作業と停車時間での記念撮影を楽しまれているようです。私も、この輪に少しだけ混じって、サンライズ出雲の先頭を見ておくことにしました。サンライズ瀬戸に続いて、サンライズ出雲も発車時刻が迫ってきました。乗り遅れないように車内に戻ります。とりあえず一番近い8号車のドアから乗車、あとは車内を通ってラウンジに向かうことにしました。時刻通り発車。もうしばらく山陽本線を走ります。岡山駅を過ぎたあたりはラウンジが最も混む時間のうちの一つ、朝食の時間です。8席しかないラウンジは全て埋まり、乗車前や岡山駅での停車時間で調達した駅弁を持った人が席に着きます。おはようございます。高列車は寝台特急サンライズ出雲号出雲市行きです。これから泊まり番線と到着時刻をお案内いたします。次の倉敷には6時46分、
サンライズ出雲には車内販売や売店はないので、停車時間の長い岡山駅が弁当や飲み物を購入できるチャンスでもあります。終点の出雲島では3時間半ほどの乗車時間がありますので、足りなくなったら岡山駅で購入するといいかもしれません。売店は混むという噂があるから要注意だな。本日の朝ごはんは、東京駅の地下、グランスタのベーカリーで購入したこちらのパンです。シンプルなバターの香りと、チョコレートの香りが楽しめる2種類をチョイス。どちらも小さめなので、列車内で軽くいただく朝食やおやつにちょうどいい大きさですね。紅茶と一緒にいただく、寝台特急でのモーニングティーだぜ。列車は山陽本線をオーバーパスし、倉敷駅の伯備線ホームに入りました。神戸から走行してきた山陽本線を離れ、高橋川、日野川に沿って北へ、渓谷沿いを進みながら中国山地を越え、米子を目指します。倉敷駅を発車し、大きく右カーブを書くと、列車は北上を始めます。しばらくすると、進行方向左側から高橋川が見えてきます。列車は山陽新幹線と山陽自動車道の下をくぐるのですが、高橋川の見える左側の席は岡山駅停車中からすでに満席、おとなしく右側の席から車窓を眺めます。まずは高橋川沿いを上流に向けて走り、備中高橋を過ぎたあたりからいよいよ山越え区間へと差し掛かります。この区間に入ると、高橋川が蛇行し始め、それに合わせて伯備線の線路もカーブします。渓谷の風景は川と線路の曲がりに応じて右へ左へと目まぐるしく変化し、どちら側の車窓でも渓谷の風景が楽しめるようになります。備中高橋から先の伯備線はほとんどが単線区間。停車駅も少なく、山の中の線路とレトロな雰囲気の駅をゆっくり通過するので、時間の流れもゆっくりになっているように感じます。明るくなったので、ベッドに座ったまま布団を膝掛けにして車窓を眺めます。車窓には霧のかかった中国山地の山々と、霧の間から空が見えています。窓が大きいので、車窓を眺めやすく、ベッドから窓枠が近いというメリットを活かして、寝転んだまま空を眺めるということもできます。明るい時間でもベッドに座ったまま移動できるのは楽なもので、姿勢の自由が利くからか、足や背中が痛くなりにくいです。2階の個室だと特に、周りの視線を感じることもなく、部屋の中では楽にできるのもいいところ、長距離列車では疲れない対策が取りやすいのは、嬉しいところです。サンライズ出雲号出雲市行きです。次は米子です。米子の次は休みに止まります。 This is the Sunrise 出雲 bound for 出雲 city. The next stop is 米子. After leaving 米子 we will be stopping at 休み。
列車は新見駅を発車、岡山県もかなり北へと進み、高梁川の上流に沿って進みます。出雲市行きのサンライズ出雲は、運転停車が非常に少なく、伯備線内では丹田峠トンネルを越えた上岩見駅のみです。丹田峠は岡山県と鳥取県の県境を通るトンネルで、瀬戸内海に注ぐ高梁川と日本海に注ぐ日野川の分水嶺でもあります。県境の長いトンネルを抜けると、これまで列車の進行方向を向いていた水の流れが、列車と同じ方向を向くようになります。ここでは案内放送がかかっていた記憶があるのですが、なぜか今日は放送なし、所要時間の長い新見から米子の間でも、移り変わる車窓が乗客を楽しませてくれます。ご案内いたします。進行方向、右側に見えてまいりました山は、国立公園の大山です。高さ1709メートルで、中国地方の最高峰として知られ、その姿の美しさから別名、宝鏡寺と言われています。多くの登山客に親しまれ、頂上からの眺めは雄大で、よく晴れた日には、遠く日本海の彼方に沖ノ島も望めます。また平安時代に山岳仏教の霊場として栄えたところで、今も多くの遺跡に昔の面影を忍ぶことができます。大山のご案内でした。ありがとうございました。さらに北へ進むと日野川もかなり下流の方まで進みました。車窓右手後方には雪をかぶった大山の雄大な姿が見えました。米子はすぐそこです。宝鏡大山駅から山陰本線と合流し、鳥取県から島根県へ。大きな湖、中海、新路湖の脇を通ります。列車は安来、松江、新路と停車し、終点の出雲市に向けて西へ進みます。ご乗車ありがとうございました。およそ5分で米子です。お出口、左側、2番乗り場に行きます。土壌すくいで有名な安来を過ぎたあたりから中海が、松江から新路の間で新路湖がそれぞれ楽しめます。本来であれば、ラウンジの大きな窓からその雄大な景色を楽しみたいところですが、ご時世がご時世なだけに、部屋から車窓を眺めます。幸いにして、予約している部屋は進行方向右側の2階なので、車窓の風景には困りません。2階部分のベッドの高い目線から、景色を楽しむことができました。ご案内いたします。進行方向。に見えてまいりました湖は新路湖です。周りがおよそ45km、 全国で7番目の大きさで海水のように混じった湖水湖です。たくさんの魚介類が生息しており、特にシジミは全国に知られる特産品です。また夕日の美しさは有名で、日本の夕日100選に選ばれています。自然が作り出す素晴らしいコントラストは見る人の心を魅了します。列車はしばらく新路湖に沿って走ります。新路湖のご案内でした。ありがとうございました。お忘れ物のないようお手回り品にご注意ください。
サンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございました。新寺駅を過ぎると、新寺湖の見える車窓も終わり、遠くの山には雲がかかり、まさに雲立つ出雲の国といった風情ある光景が広がっています。飯川に架かる鉄橋を渡ると、出雲市到着の放送がかかり始めました。右側からは、一畑電鉄の線路がすぐ脇に並び、高架線を進むと終点、出雲市駅です。霧で遅れやすい白尾線ですが、本日は珍しく定刻通りの到着。11時間58分の長旅も、いよいよ終点です。終点、出雲市駅に到着しました。到着後、サンライズ出雲は車内点検を行い、西出雲の車線に引き上げるまで少々時間があります。ここでまた、先頭100均に集まって記念撮影をするのがお決まりになっているようなので、私も先頭に向かいます。天気が悪く、病気が流行っている中でも人気観光スポットの出雲市まで乗り通す人はかなり多く、しばらく先頭借金には人が集まりました。みんな旅行を楽しんでいることがよくわかるな。さて、ここからの観光プランですが、まずはバスに乗車し、出雲大社を目指します。正門前でバスを降りると、出雲大社の大鳥居が目の前にそびえ立ちます。そこから全国的にも珍しい、下り坂の参道を通って参拝します。原江の社、本殿の正面、蘇我の社、本殿の西側と参拝し、神楽殿へ。出雲大社にゆっくり参拝すると、ちょうど昼時、八雲という蕎麦屋さんで出雲蕎麦をいただきます。神楽殿から出ると、目の前がちょうど駐車場近くのお土産物屋さんがあり、その建物の中に蕎麦屋さんもあります。蕎麦をいただいた後は、日の岬灯台を目指します。バスは出雲大社連絡所から出ていますが、非常に本数が少ないので、気をつけてください。その代わり、海岸付近の景色は美しく、切り立った崖に沿った急な登り坂を登っていくと、日本海の風景を楽しむことができます。日の岬は夕日が綺麗なことが有名で、晴れていれば、景色を楽しむことができるスポットとなっています。日の岬灯台は白い石造りの灯台で、全国的にも珍しい登れる灯台、のはずなのですが。なんてこった。もちろん灯台付近の景色も綺麗なので、十分に楽しむことができました。今度は天気が良く、ウイルスが流行っていない時に行きたいですね。日の岬神社にも行きたいな。帰りのバスの時間もあるので、また今度来ましょう。それでは、出雲旅行、前編はここまでといたします。楽しんでいただけた方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。